に優勝せよ。いくよ。11レース。玉川最終日の水面はいよいよダブル優勝戦の開始となりました。まずは女子の部、今節ナンバーワンを決める第11レースピッターとしております。ベスト6は1号艇が今井由里、2号艇平田さやか、3号艇松尾かなみ、4号艇西橋奈美、5号艇山本里奈、6号艇後藤美久、以上6名による優勝争いです。1,2,3 そして4,5,6と待機行動枠なりで進んでいます。最内にはダブル陣営ポイント争い猛威を振るう平田を抑え、この絶好枠を掴んでいる1号艇今井です。そしてすぐ外には今節勢いダントツ、玉川100勝目で地元初部になるかという2号艇平田です。さらに外には前走四国畜戦からの連続優出、3号艇松尾です。残りの3選手引っ張っておりまして、4コース去年のトーチクイーンズクライマックスシリーズ戦の覇者です。4号艇西橋奈美、隣には5号艇デビュー初 VA 6回目のチャレンジ山本里奈、サイアート6コースには6号艇後藤美久です。純然たるこのホームプールでの優出、これが2回目という後藤美久です。さあスタートまで10秒切りました。11レース女子の優勝戦です。インから 1,2,3 ダッシュが4,5,6です。11レーススタートしていきました。陰線1号艇今井、どうか。3番の松尾の方が若干覗く程度で、まずは2番の平田差し構え、3番の松尾はまくり差しになって、これはどうか。1番今井は刺されています。スタートは前提正常でした。3番松尾か2番の平田か、平田が内を取り始めました。そして1番の今井がさらにこの両名のインサイド、そんな今井には西橋がへさき引っ掛けています。トップ争いは2番の平田が全速ターンもちょっとへさきが浮いています。そして1番の今井がこらえます。さらにはインサイド3番の松尾も差し込んでおりますが、1号艇の今井が結局先頭で折り返してまいりました。さあレースは2周回目、これから第1ターンマークの旋回に入っていきます。1番今井先頭、追って2番の平田は外を追いかけますが、これは届きません。そして3番の松尾と続いていく上位の体勢、1番2番3番となっております。あとは後方で4番の西橋、5番の山本、最後方が6番の後藤と続いています。2周にマークの旋回、先頭で1号艇の今井からクリア、追って2号艇の平田、あとは3号艇の松尾と折り返してまいりました。さあ最終周回へと移っていきます。先頭から今井由里、そして平田さやか、あとは松尾かなみが上位を形成しております。最終周回第1ターンマークまでやってまいりました。3番手は3号艇松尾、そして4号艇の西橋ですけれども、ここは遠い距離4番手という状態続いています。先頭から1号艇2号艇3号艇で最後のスリットラを通過していきました。先頭は1号艇今井由里、ここは刺されたかと思われた陰線でしたが、その後の挽回危機迫るものがありました。おととし9月の鳴門以来およそ1年半ぶり3度目のシリーズ制覇見えてまいりました。まずは先頭1番の今井優勝のゴールイン、2番の平田ゴールイン、3番松尾ゴールインです。後方4番西橋、5番山本、6番後藤でゴールインです。以上第11レースの優勝戦でした。ついに優勝せよ。いくよ。12レース。
レース多摩川男女ダブル優勝戦最終日、先ほどの女子の部に続いて今度は水面に男子ファイナリスト6選手がピットアウトしています。メンバーは1号艇宮野原幸喜、2号艇池田浩二、3号艇佐藤翼、4号艇菊池光平、5号艇関博也、6号艇川田雅人、以上の6強対決です。枠なりに進む待機行動から最内には去年6度の優勝を決めた1号艇宮野原幸喜です。次のクラシックへ勢いつける今年初 V なるかです。そしてすぐ外には今月3節全部優勝となるかです、2号艇池田浩二。さらにアウトには3号艇お正月の玉川を制したばかりの佐藤翼が入っていきそうです。3コース残りの3選手船を引いていきました。今節本調子ではなさそうなんですが、昨日は勝負どころらしいレースでファイナル入りとした4番の菊池光平。5コースには今年の BBC チャンプも登場豪華です、5号艇関博也。そして最アウト6コースは6号艇川田雅人、ダブル準優外枠組から唯一の優出としております。以上6名による競争12レースの優勝戦枠なりの3対3です。並び打ちから1、2、3、ダッシュが4、5、6の進入です。12レーススタートしていきました。可動系やや緩んで4番の菊池がスタートコースへ1人2人とかわしてきた。1番宮野原の頭を叩いた5番の関戸、まくり差しもバックストレッチは4号艇の菊池光平が先頭に立っております。スタートは前提正常です。4号艇菊池光平、今日も一発決めなそうです。そしてこれを追っていって3番の佐藤か、2番の池田か、5番の関、さらに6番の川田と締め切り合う2番タラスイ、3番佐藤が回った、2番の池田が差し込んでくる、6番の川田遅れ出し、あとはここホーム前折り返しまして2番手争いなんですが、2番の池田が抜け出しています。そして3番の佐藤か、5番の関かの接戦で6番の川田がしぶとく追走、宮野原は最後方となっています。2周1マーク、5号手の関が3番手、思い切りよく回っていきました。6番の川田を回しての差し、3番の佐藤は遅れを取っています。上位の体勢出揃ってまいりまして、4番菊池、2番池田、5番の関の順となっています。後方は3番佐藤、6番の川田、最後方1番の宮野原です。先頭から4号艇、2号艇、5号艇と旋回しホーム側へと折り返してまいりました。レースはこれから最終周回です。トップ構想は4号艇菊池光平、これを追って2号艇池田に5号艇関の4番、2番、5番の体勢で最後の第1ターンマークです。菊池光平が角一撃見事に決めていきました。この競争追っていくのが2号艇池田に5号艇関という体勢が続いています。先頭の菊池は今年これで2回目、玉川4度目、通算71回目のシリーズ制覇ということになっていきそうです。ラストコーナー真っ先に立ち上がってまいりました4号艇の菊池光平から、まもなくゴール男子優勝戦第12レースです。まずは先頭一発角まくり、4番の菊池光平優勝ゴール、2番の池田ゴールイン、5番の関ゴールインです。後方は3番佐藤、6番の川田、最後に1番の宮野原がゴールイン。以上第12レース優勝戦でした。それではファンの皆様、大変長らくお待たせいたしました。先ほど見事優勝を決めました今井選手と菊池選手の登場です。今シリーズは W 優勝戦でお送りしましたボートレース多摩川、女子の部を制した今井選手、そして男子の部を制覇しました菊池選手、2人がレースに乗りまして競争水面に再登場しております。ウィングランが行われております。笑顔がこぼれております両選手、それぞれファンの声に応えながらレースに乗ってのウィングランです。11レースに行われました女子の優勝戦の方は今井由里選手、引戦刺されたかと思われましたけれども、その後巻き返しに成功という、ここ先頭に立っての優勝ゴール、優勝はその2022年の9月鳴門以来およそ1年半ぶり、そして玉川2回目の優勝だった今井選手ですが初優勝ということになりました。通算優勝3回目という今井由里選手です。
今井選手実は3月8日からのボートレースに参戦予定となっております。そして男子の部を制したのは菊池康平選手でした。今回で4連続優出となっておりましたけれども、昨日のセミファイナルに続いて先ほどの優勝戦も稼働受けへこむ中、4稼働トップスタートから一気のまくりを決めての優勝となりました。当時では周年2回の制覇も数えます菊池康平選手、通算は71回目の優勝となりました。ファンの皆様、ご声援本当にありがとうございました。菊池選手、そして今井選手のウィニングランでした。